どうも、めずっちです、えー。脳内言語化っていうんですかね、えー、過去2回,2回ぐらいやったことありますかね、えー、どんな感じでお題をもらって、どんな感じで謎掛けを作ってるかっていうのをお口に出しながらね、えー、ちょっとやってみようと思います。えー、お題いいですか花火大会。 花火大会ね。花火大会っていうとね、まあ、打ち上げ花火なんていうのもあったり、玉屋とか鍵屋とかね、えー、そういう掛け声があったりとかしますけど、えー、そう考えると、例えばですね、花火大会とかけて、夜の来客と解く、その心はどちらも晩に打ち上げますとかね。えー、あるいはですね、玉屋を使うんだったらね、花火大会とかけて、えー、男性と解く、その心は玉屋とかね。えー、ちょっと、ちょっとくだらない下ネタもいけますしね。 えー、それとかね、あのー、花火大会とかけて、ポイント届く、その心は、カーギアっていうのもできますね。えー、ネズッチです。では、また。